よいしょ、はい、はい、いやーもうね、はい、季節ももう11月ですよ。そうです ね、 ね、はい、寒くなってきました。寒いね、うん、なんかさ、あの5時ぐらいにさ、もう暗なるやん。そうですね、もう早いですね。あれすごいよね、朝朝やんっていうさ。逆に朝暗いですからね。そう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 、うん、あれすごいよね。そう、びっくりしたところですけども。でも俺らの気持ちは明るいやろ。暑いっすね。暑いの？真夏っすね。やめてそれ。暑いよ、ちょっとまた南国の方に行っちゃう。あったかい方にしよう。あったかい方。はい、ということで今日はですね、はい、僕エスペル東京のプロデューサーのね、はい、私桜木瑠衣と、はい、はい、はい、ユナイテッドシアトルユイトです。はい、カセトです。はい、どうぞ。何ですか？え、何て言いました？ユイトです。あ、ユイトさん。ユイトだよ。まあ、ディアーズディアーズですからね。そうです、はい、おたつです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一人ね、もうちょっと右寄ろうか。あ、もうちょっとこっち寄ろうか。あ、こっち。はい、ということ。あ、ここに、はい、逆かな。あ、逆おたつの方に寄って、はい、そっち入ったんやな、はい、と、はい、SPL 東京を誇る、はい、1週間ぶりに人と話した。漏れな、マスクないと。はい、ということでね、よいしょ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 。乾杯、乾杯しましょう。乾杯、乾杯で。タイトルコールってこれやってないんですか？やっていただけたら。あ、じゃあタイトルコールを、じゃあ、はい、ゆいとくんお願いします。お、はい、SPL どうすんの？うん、わからん、いつもどうやってやってんの。いくよ、オープニングコール、はい、せーの、はい、はい。SPL 東京の好きにやっちゃって。よいしょ。はいはい、ということでですけども、はい、なんかあれだよね、ユイトとオタツは仲いいよね。超仲いいですね。はい、はい、超仲いいです。ずっと一緒におらへん。なんか仲いいですね。そうですね。どっちがさ、はい、要はさ、カップルでもさ、結果末、はい、求愛してる側と求愛されてる側に分かれるわけ。あ、え、どっち、どう、オタツはどっちなの？僕はなんかもう、それ先輩のイメージで、まあ、先輩、まあ、求められたらまあいいかなと思ってますね。あ、そっち、なるほどなるほど。もういいかなみたいな思ってますね。どこまででもと。お風呂入りたいですね。お風呂といえば右端にいるこの僕ですか？ライン。いや、でもさ、数々さ、はい、みんなとお風呂入ってきてるわけやんか。はい、そのあるの、お風呂会でもさ、お風呂誰と入って楽しいっていうのもあるの？あ、あります、ありますね。やっぱあんねんや。あります。このお風呂の中でもあるんですよ、うん、そのそう、僕、言っていいですかこれ、うん、質問。え、全然全然。僕、チンチンの先、火星方形なんですけど僕、でそのチンチンの先っちょなんで僕、お風呂でおしっこする派なんですけどこれもありかなしかね、分かると思うんですよと思うんですけど、チンチンの先っちょつまんでおしっこを溜めるとめっちゃ大砲みたいになるんですよね。皮の中ないに。わかる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 。それをシャンプーを頑張って頭洗ってる人の目かけて発射するのが僕好きで。それはさ、誰が食らってきたの？やばない？最近ようやるのいちかちゃんですね。やばいね。まあ、とりあえず一緒にお風呂入ってるってことですね。じゃあ入ってる。おお、びっくりですね。そう、びっくりしたのさ、一回さ、当時デントリーでまだライまだ新人ジュニアぐらいの時に、はい、ライが来なかったからさ、お店に、はい、で俺お越しに行こう思って、はい、ふざけてんなこいつ、はい、もうここは一発勝つやらなあかんぞ、はい、もうこれ行くぜ、ね、ガチで、はい、結構真面目に絶対出勤してたし、はい、遅刻もせえへんかったから、はい、行ったと思ってバッドアバーン開けたら、ライとヒナタとレオがシングルベッドで3人で寝てあれシングルじゃないんですよ。え、セミシングルです。どっちもええわ、どっちもええわ。
で俺それさバーンって俺もうバンバン切れてて、シャラーってキルバーンって開けたら3人やってるからもうそっとドア閉めて、いやもうだってさ怖いやん、それ3人で踊るでさ、ね、全部に寝てんねんで、何も言われへんやん、そんカオスっすね、カオスやし、もしかしてそ、ま、ワンチャンそういう関係やったらどうしようと思ってさ、俺も怖くて何も言われへんそういうやったらムスッと起きて、あ、すいませんでしたって言われてますね、あるある系ちゃいます、いやいや、ないないよないっす、ないない系やわ、まだないですね、そっち系なのっていう、そのあれに対してはプレイまではないですよ、さすがに、はい、ないですね、会ってチューまでっていう、まあ、その酔った時の飲みの場でチューとかはあるけど、さすがになんかその二人きりでそういうのは絶対ない絶対ない、ほんまにない数々さ、やっぱ唇をやっぱ奪ってきたわけじゃないですか、はい、ライさんはその SPL 東京のそうですね、メンズたち ほとんど奪ったんじゃないですか、でもいや、俺も見るよ見る見るよそう、見るこの人見るんすよ見るってどういうことですか、あのね、で逆に、ね、見てる人女の人多いと思うから、でチューするってなったらやっぱイケメンがいいわけじゃないだったら私もそうなわけですよ言い方がなんか言い方がでもこ怖いのがこれが可愛いって女の子もいるから、まあ、そうそうそう、BL 的なえ、そう、あるのそのベスト3教えてよ、そのベスト 3? SPL 東京、まあ、SPL でいいよ、全体でキスして、あ、こんなもん、これは良かったねと、これはもう記憶に残る、言ってしまったら、無理やりなんで僕が嫌がってるんで、その感触も固まってるんですよね、唇が拒んでるんで、あ、硬くなっちゃってるんで、ちょっとリアルな感想は言えないですね、なるほどね、今まあ、受け入れてくれたらそんななんか受け入れてくれるかと思う、ランキングつけれるかなっていうおたつどうだな、そのもしライが迫ってきたら、え、全然嬉しいです、嬉しいって何、 BL だね、 BL だね、 BL だね、 全然 BL だね、嬉しい、嬉しいですね、でも唯一とでも覚えてるんですけど、うん、1回ありますよ、え、イケメンしかしない、俺唯一とはでも1回あるんですよ、君しかしないって、もう1回だけあるんです、ホストクラブホストクラブってゲイ多いのってなっちゃいますよ、ゲイじゃないよ、ライだよあ、出たね、新しいの滑っちゃったね、グイだね、これグイだね、滑っちゃったよ、グイですね、グイですね、もういいね、いやー、面白いですね、あー、面白いですね、こういうの俺好きやな、こういうの好き、そう、最近やっぱね疲れることがね、やっぱ多いじゃないですか、そうそうそう、理解してもらえるあ、それはなんかね、やっぱしんどいなっていうのがあるので、やんでるんすか、珍しい、珍しいですね、確かに珍しいですね、心の病を、ハハ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 、滑っちゃったな、それぐらいですね、酒がね、酒がねぐらい、これ言っといた方がいいじゃん、重たいですね、重たいですね、やっぱさ、がむしゃらにやって乗り切れるとこと計算してやっぱりさ、喋って乗り切らなきゃダメな場面って多くない、計算できないんですよね、やっぱりどうなんですか、その最近調子いいけど今日も調子良かったけど、いや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 、でも僕も本当そうですよね、もうタッピーはなんか計算できそうな気がします、タッピーもうよりカップルかタッピーで、ね、何ユイピー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 じゃないのユイピーユイピーユイピーあ、もう巣が出ちゃった、もうあの箱出ちゃうともう巣が出ちゃう濃ゆすぎてルイさんがツッコミに困ってたそれやんじゃないですかね、どうなんねやろ、どうなんねやろ、やんじゃいますね、そっかそっかということですけども、今日何やりますか、まずは、
そうです、まあ、せっかくあの僕も来たんで、はい、まあまあまあいつも放送みんな頑張ってやってくれてると思うんだけど、はい、まあ今日放送でもし事故があったら、はい、では責任は俺に来るわけだから、はい、でも好きやっちゃって好きにやっちゃってが成立するということですね。ここら辺にあるからさ、このああ、ね、なるほどやっぱ言われるやん、全然好きにやってへんやんとかさ、はいはいはい、そうそうそう、線引いてるのね、そうそうそう、ぶっ壊しますか、ぶっ壊していきましょうよ。お、うん、その禁断の許可を出したからね。アンケートいきますか、じゃあ。ああ、いいですね。最近タイムリーなアンケートいきますか。タイムリー、タイムリー、はい、どうするアンケート、アンケート、タイムリーですか、アンケート、アンケートというかそのなあれにする。いやあかん、俺ダークなことしか選んでますね。違います、そのザマシの話とかで出すからさ。いや、それはダメですよ、ザマシは怖いですね、あれは怖いですからね。そうそうそう、なんかいろいろなんかないですか、最近僕ですか、うん、旬なやつないの、ハマってるの、引きこもってるんでねっす。ゲームしかやってねっす。お前ほんまあかんで。もしさ、その普通さ、車でみんなどっかいっぱいやってだいたいこうし、まあなんていうの、俺もさ、一番 若い時代から思ってたからさ、一番若手が車内を盛り上げたりとか、あ、まあ、会話リードしたりとか、はい、運転手の気使ったりとか、はい、寝てる人おったら注意したりとかさ、はい、結構あるやん、まあまあ全然普通ですもん、 iPad でずっとアニメ見てる。何見てんのって言ったら教えないです。そこ別に言ってもいいですよ。買ってしまって、僕はついにプレイステーション4を、バカよもう、で買ってしまったんですよ、で買ったカセットがウイレとファイナルファンタジー15と、いただきストリートを買ったんですよ。ほうほう。最後、最後ない。いただきストリート。いただきストリートは何なの？気づいたんですよね。友達いねえやん。一人でやってますわ、いただきストリート。大丈夫ですか？これ友達。大丈夫。友達やってあげて。いや、もういただきしたいですね。もういただき。ファイナルファンタジー好きなんで、僕。うーん。ずっと一人ゲームが好きなんですよ。意外に。全部やったの？FF は。今まで7と10しかやってないです。なんで7と10？ クラウドの、クラウドに憧れてホスト入ったんで、やっぱ。あ、そっかそっか。ええー、かっこいいですよね。ローランド様と一緒やね。おお。そのクラウドに憧れて。やっぱクラウドすごいよね、影響力。そうですよ。まあ FF と言ったらみたいなとこありますよね。AFFF FF はちょっと FF はちょっと好きになっちゃいますね。 FF は何ですか？え、なんもない。2人でやってて、面白いね、すごいね。いや、ぶっこもうよ、そこはね。ちょっとぶっこもっていう言い方はなんか古い気がするから、こう攻めようよ。攻めたいっす。うん、はい、なんか最近こう守備的な感じがすごい。結構あの番組見てんねんけど、はい、なんかクリスが無駄に喋ったりとか。無駄にっていう言い方。いや、あるやん、そういうの。なんつうの、無駄に一言多いやんみたいな。そのコンビニでお箸一つくださいって言ったら一膳でいいですかって言い返す。いやいやいや、分かってるしみたいな。お前に言われるんで分かってるけど、お前が分からんかなと思って一つって言ったのに一言い返してくんねんって。まあそんな感じなわけやん。そうか、もうそばっていきましょう。はい、ね。なんで AF でしょ、このメンツで。したことある AF？ 一周できるんちゃう？何を？4人おったらアダルトファンタジーですか？僕はしてみたいですけど。アダルトファンタジーですか？怒られるんじゃない？スクエアエニックスにもAF ってなんですか？アダルトファンタジー。そうだね、確かに意味合い的に合ってるよね。意味合い的になってる。したいですけどね、僕はもう AF で言ったらしたいですけど。してみたい。意味分かってんの？ねえ、知ってますよ、知ってますよ。え、何ですか？もし待って、絶対滑るわ、絶対滑るから。え、言ってみてよ。え、でもじゃあ AF って言わへんやん。そのなんていうの、その正式にはアナル。あ、そうなんですか。そう、え、知らんかったん。はい、アナルファックです。あ、アナルファックですね。そうそうそう、なるほど。アナルファックです。あ、あ、そういうことっすね。そう言っていただいたもちろんあると思うけど、登竜門やからさ。登竜門。
ありますよ。ありますそれはありますよ。そんな週3ぐらいでルイさんとやってますよ。すごい交互で。なんちゅうタイミングで CM 行くんだろう。じゃあ CM 中その妄想でお願いします。妄想いかんのかい。6周年か。ロミジュリっていい店だよね。やっぱ他より稼げるしやめられないよな。私匠のことが好きなの。いやいや俺ん匠だから。うまいっすね。うまいっすね。ちょっとこもうちょっと早めに CM 終わってほしい。ああ、すごい今ルイさん面白いこと言ってますからね。もったいないですね。そうなんです。もったいない。まだ下ネタしか言ってないですよ。確かに。でもやっぱ基本ラインはそうなんですね。下ネタですよね。うん。やっぱ下ネタ一番楽しいっすよ。楽しい。やっぱ王道にこだわらないと。はい。そのなんつうのボールペンばっか使ってても、俺はやっぱ鉛筆使ってる人が好きだし、あ、やっぱいろんな波及するじゃん。鉛筆削りのじゃあ会社はじゃあ今後どうやって食べていくんだ、はい、ボールペン削りなんてないわけじゃん、はい、でだったらさ、いろんなやっぱ王道、その古来から続くものを古き良き重んじて生きていこうっていうタイプなんですよね、はい、今日ちなみにあのポスターだったら毎月さ靖国神社から新聞が届くよね。はい、でもあの今月はちょっとめんどくさすぎてもそのままごめんなさいポリポリ。あかんじゃないでしょ。あかんじゃないです。あ、鳥内行ったの？あ、行きます。行きたいっすね。あ、僕ユーピーと行きました。一緒に行きました。あ、うん、本当に仲いいんすよ。だけ好きなんだって話っすよ。鳥内も一緒に行ってね。はぁ、本当に仲いいんですよ。まあ、一回だけ行きました。え、あ、本当ですか。え、今年ですか。え、今年あの、6かな、6人行ってオフでパジャマで行ったんだけど、そう、右見ても左見ても顔が濃すぎてもう見ちゃうから、すぐ帰った。いや、お腹いっぱいだよ。結構すごかったです。人数やすごいですね。人数すごい。ちゃんと15円だけ投げてきて、十分にご縁がありますように。ああ、なるほどね。うまいですね。うまいってそういうのだよ。だから金額だけでいいのかなと思って、ユイと500円玉と100円玉と50円玉と5円玉の1万投げてこい。5 お立つは僕ですか。僕まだやってないですね。ピンってしてない。でもあれ音立てちゃダメなんですよね。え、マジですか。入れる時に変に投げたらダメで、なんかガンガン投げたっすね。ほし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 。2例2拍1例とかしてるみんな。あ、なんかちゃんと警備員の人に聞いてやりました僕。忘れちゃったんで。その年でできるのはすごい。ゆいとさん、1例だけしました。ブレーブじゃないです。俺、そのこれ、基本やと思ってるやん。はいはいはい。もう、アホやなと思って、もうみんな。え、どういうことですか。あ、なるほど、これやらないで、それやってるから。あー、そう例から入るみたいな。まず2例して、2拍して、で、最後に1例して、去るのが基本の、その、なんつうか、祈願するとでも、あの場所で多分それやったら多分数人じゃないですかね。うん、だと思う。多分、特にそうなんちゃう。歌舞伎町の。でもさ、俺、絶対言いたくないんだけど、はい、ライはいいかな。俺ライはすごい昔からなんか持ってると思うから、ライは別に教えるんだけど、はい、ある神社にすごい通ってるんですよ。靖国神社じゃなくて別に、そこはもう本当にパワースポットで、教えてくださいよ。すごい、もうね、ビンビン来る。もうね、すごい、
で、しかもそこに俺お前に行った時は、はい、結構サウナスーツ着ていつも 走りながら行くんやけど、行ったらもうやっぱすごい、いいや、もう教えてくださいよ。めちゃくちゃ行ってんねん、みんな芸能人も行ってんねん。めっちゃ好きですよね、昔から。そうそうそう、やっぱあんねんっていうか、そういうのがすごい。あれ、知りたいっす。いやあかんと思う。悪いもんも与えちゃうから、悪いもんも与えちゃったらあかんなって思って。ああ、そうそうそう、とにかくパワーが強いみたいな。そのパワーに受け入れる忍耐、完璧ですね。はい、大丈夫です。持ってるものとかがあるから、それって結構分かんない。俺もライブなんか あんねん、あってんの、それは。あ、こいつさんもあるのかなって。うーん、まだっすね。そで財布ラインにももうこれやってあげるわって言ってあげる。そうなんですよね。それでルイさんから財布をいただいて、でそれで売れたんで、僕マジ、マジっすか。俺 なんかあるんやろなって。俺財布あげたら絶対なんかあるから めっちゃ売れたんですよ。そっからもう右上がりでずっといい感じだったんですけど、財布変えたんですよ。変えた瞬間多すぎてどないしよう思って、また使おうかな思ってそれはすごいですね。いやでも、ちなみに今月もう一人財布あげたんですよ、僕。え、誰ですか。あげたんですよ、ある人に。ジアーズの。こうご期待ですけど。もらった。その答えは次週。次週ね。次週まで持ち越しで。次月の方がいいじゃない。次月。そう、でも出たなんかある。そうですね、彼なんかあると思う。怖と思う。次どっちからやねんね。だから、いやでもさ、なんか分かる、あれ、そのこの子なら抱けるとか、この子ならキスまでとか、そういうことですか。やっぱ見る側も与えちゃいすぎたらなんでいいなと思うし、俺はすごい負のものを持ってるから、そういうのすごい考えてる。もらった時が一番嬉しいですね。財布はでも怖い。でもライはなんか、いいんちゃうかな。なんかなくしてやんな、その時も。そうなんですよ、なくして、で言ってたらルイさんがくれるっていうので、でもそれを言われて、なんか財布はそういうの宿るからどうこうって言われて、すぐ信じちゃうから。かわいい。めちゃめちゃ吹いたもんね。目覚ましテレビとかもさ、なんかあるじゃん、なんかああいうのも全部信じちゃうの俺。そうそう、占いとかも全部信じちゃうから。血液型とかめっちゃ気にする人やから。かわいいですね、それは。でもね、リオさん社長、大型、はい、プロデューサー、ルイさん、大型。あ、ほんな私、はい、大型なんですよ。ええよ。できたらよいと思う。大型なんですよ。ええ、本当に。まだが。いや、もういいで。グイグイ。いや、グイグイなんですか。A 型なんかいい。A 型ですね、僕は。大型なんですね、みんなさん。え、ここ4人大型、いや、よかった。ええ、やっちゃったね。A は、やっちゃったね。 A は A の A ですから。潔が良い。潔、今日潔いです。A 型買えって言われてますけど。申し訳ございません申し訳ございません申し訳ございません。でも大型の人って家族全員多いですよね。あ、そうですね、やっぱり多いですね。僕も家族全員なんですけど。あら、なんで自分も多いですね、全部。O はね、やっぱ O がいいっていうね。あ、ありますね、なんか、はい、B は B がいいって言わないっていう。でも俺でも AB の人ってやっぱり相性がすごいいいから。あ、僕 AB めっちゃ好きなんですよ。あ、そうクラウドが AB 型で、そのファイナルファンタジーに出てくるまたクラウド出る。クラウドが AB 型なんですよ。またクラウド出ちゃいますね。いや、まあ、結構聞きたい、この話は。あ、本当ですか。血液型あったんやって。あるんですよ。え、ほんとじゃあ、あれはあの、何だっけ、あのサイファーやったっけ。サイファーじゃない、何だっけ、クラウドの敵、セフィロス。セフィロス、セフィロス。知らねえっす。知らねえ。クラウドだけなんや、そこは。でも地元で一番仲いい友達が僕2人いるんですけど、よく3人でいて、うんうん、が B 型と AB 型なんですよ。おお、だから要は A がいないってこと。でもその異性とか同性でも変わってきちゃうもん。彼女にするなら何型が多い。でも可愛かったらいいなっていう。見た目、見た目だけ一番楽しいっすね。守ったな、今。一番楽しいっすね。可愛いが正義っすわ。もうアイドル。そうだね、確かに。あ、でもやっぱあるんやって、これは。うん、ないっていう、信じないっていう人もおるけど。でも本来知ってる、これ A と B の位って。あ、知ってます、知ってます。何ですか。知ってます。どこから始まったか知ってる、
はい、うん、日本人でなぜ A 型消えた血液型っていう。ああ。超す。なんか違う感じになる。いやいやいや。いやいいいいっすよ。いや生きりました。生きんな。そうだから農耕民族か狩猟民族かで A と B が分かれるから始まってんのな。全然違ったやないかい。その A 型は神経質って言われるゆえんが、その要はさ、まあ今でも日本ってさ、じゃ東京ってさめっちゃ車走ってるやん、バンバン走る、はい、じゃ田舎行くとさ車で走ってないのんびり暮らしてるやん、はいはいはい、これと一緒で、じゃ東京は A 型が多くなるし、田舎に行くほど B 型が多くなる。へー、だから大雑把な B 型と神経質な A 型って言われるゆえんはそこから始まってるんで、すごい先祖を辿っていくとユーラシア大陸とかってさ、アジアもそうなんだけど、思想が強いな。そうじゃない、僕の調べるのめちゃめちゃ好きやからさ。そうで、日本人に A 型が多いのは、山に囲まれ海があって、はい、周りにはもう毒蛇がおって、うん、魚のクラゲがおってとか、もう危険がいっぱいあって神経を研ぎ澄まさないとダメってことで血が固まって A 型になった。逆にアメリカとか その南米とか行くと B 型がめちゃくちゃ多いんだな。なんでかっていうと、その草原で何も気にしなくていい、ただ自分から狩猟しに行くだけっていうので B が発症した。O 型は何の O はね、NHK かな。マジやっちゃってやつこれ、うん、ピンポン NHK じゃないですよ。受信料や。受信料どうですか。から始まったらしいよ。へぇ、だからその血液で分かれていく。なるほど。それよりやっぱり、なんかね、あるよね、この、なんつうの、はい、A1、A2、B1、B2 これみんな知る？ A1、A2、B1、B2 全然分からん。人って4パターンしかいないって。ああ、えらいやったことあるやんな。あ、ないんや。ないっすね。そう、A1、A2、B1、B2 っていうこの法則があって、人間って4パターンしかないね。もうこれ絶対ね、で、最近ゴルフとかで、昔やったら打ち方間違えてたらわーっとなってたけど、1分前やからまたこれ次ちゃうの。いや、また来週だよ。1個言うとさ、これ多いとさ、来週ですかね。お話ないです。これ立ってみて、立ってみて。あ、立たれへんね、はい、じゃあ、開いて立ってみて。あ、なんかやったことあんぞ、これ。これ、なんかあんぞ、これ。これは B1 っすね。こうやってバッターボックス立った方が打ちやすいっていう。やりてぇ、すごい、怖いね。みんな怖いねんけど。え、これはやばい。最後、締めよう。これやりたい人、ディアーズシュート。これでいいの。今月、サックのバースデーあります。12、12、12っす。来月は。